モンソローは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、メーヌイコール・エイコール・ロワール圏のコミューン。モンソローは、シュリ・シュル・ロワールとシャロン・シュル・ロワールの間に広がる、ユネスコ世界遺産に2000年に登録された、ロワール渓谷に属する。ソミューロワ地方の北東に位置する。ロワールが右岸にある、小さな、アンジュのコミューンである。 ソミュールの南東1 1トルシノンの北西1 5トルの距離にある。コミューンは、県の端にあり、アンイコールエイコールロワール県のカンドサンマルタンと1キロメートル程度しか離れていない。モンソローの人口やアート参照もと、1962年から1999年まで、人口の2倍カウントなし。1999年まで、イヘス、カジニー、 2004年以降 INSEE モンソローは、フランスの最も美しい村に登録されている。2マイルモンソロースカイラインアレクサンドル・デューマから、タンシマへ、2018年10月、ロワール渓谷、ジャンヌ・ダルク通りモンソロー上現代美術館、ロワール川モンソロー急行、モンソロー橋 FR からタンシマ、ありがとうございます。